すいません、ありがとうございます。くださいね。めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。いい、動かせます。30分ぐらいかかるかもしれない。おう、なんか落としたよ。ウーバーイーツさん、なんか落としちゃったよ。ウーバーイーツさん、行っちゃうかな。ウーバーイーツさん、これなんだろう。あ、なんかね、あれですね、レインカバーか何かをね。あ、行っちゃった。ウーバーイーツさん行っちゃった。なんとか追いかけて渡したいと思います。ウーバーイーツさん、なんか落としちゃったよ。ウーバーイーツさん、ウーバーイーツさん、何かをね。あ、行っちゃった。間に合うか、間に合わんか、間に合ってくれ。右に行ったよね確か。あー、あかんなったら警察に届けるしかないぞよ。間に合え、ダメか。うわー、キロになっちゃった。行っちゃうだろうな、ウバイツさんね。警察に届けたいと思います。間に合わんかったか。まあね、慌てて私が事故ってもしょうがないですからね。ということでね、まあ積みに荷物しっかりとね固定して落とさないようにしてくださいね、皆さんはね。ポロンと落ちましたもんね。気をつけてください。中村警察署行きます。じゃあ目の前のウーバーイーツさんが落としてね、間に合わなかったんですよね。はい、赤ね、来ちゃうんですよね、これ。もう絶対またね、目の前で跳ね飛ばすよね、誰かね。ということで、ウーバーイーツさんの落とし物警察署の方に届けたいと思います。ね、大切なレインカバーね、落とされました。気をつけてくださいね、落とし物ね。おお、なんか落とした。大丈夫ですか。ここよく落とすんだな。今自転車の方がね、なんか大根落とされましたね。大事な食材落とされてね、危なかったです。まあ、踏まなくてよかったですね、他の方がね。まあ、いったね、積みに荷物ね、買ったもの、やっぱり段差でね、ピョーンと跳ねることって結構あるんですよね。まあ、それでね、事故起きたら本当に怖いんで気をつけてくださいね。ここ入れますかね。来客用だよね。いいっすよね。面で救急車。